手前どもの従業員は大半が中途採用者でございまして、従業員同士の教育レベルまたは技能レベルの格差が問題となっておりました。そういった中、県の研修制度を利用することが費用が安いであるとか、研修場所が近い、または内容がニーズに合致している、そしてスケジュールに融通が利く、県の担当者が会社まで出向いていただきまして、いろいろ相談に乗っていただけるということも大変メリットがございました。その結果として、従業員が外部の研修を受けることで、技術レベルだけではなく非常に刺激を受けて、または会社に戻ってきてからのコミュニケーション能力や発言力も自信がついてきたと思われます。こういった研修を、また費用が安い面、継続して何度も受けられるということが、最大のメリットではないかと考えております。なかった。